こんにちは、ライムです。ということで、今回は全人類待望のハーフアニバーサリー2週目のイベント予告がやってきた。果たして何が追加されるのか解説。はい、ということでね、皆さんエバクラ楽しんでますか？この間のガチャ動画の後のね、使ってみた動画、やろう思ってて全然できてないんですけど、頑張ってこの動画の後にちょっとやろうかなと思ってます。どれぐらいね、あの武器が強いのかっていうところね、ストリームグレイブとストリームセイバー、はい、あれのね、使ってみた動画もぜひお楽しみください。はい、で今回はですね、先日ハーフアニバーサリー7週連続リミットブレイクキャンペーンということで、その中のね、予想動画等もアップしましたが、今回2週目のイベントが全てね、予告で判明いたしましたので、その辺ちょっと見ていこうかなと思います。はい、こちらまず最初、武器レベル上限解放ということで、武器レベル上限解放とは言ってたんですけど、どのレベルまで解放されるかっていうところはまだ未知数だったんですが、今現状ですね、レベル80から、レベル90にするのに必要なレアアイテムでミスリルを使ってやってくるんですけど、そのミスリルを使った後の上限解放だね。なんで、さらにミスリルよりもレアな素材を使うんじゃないかなっていう予想ではあったんですが、ここに来てですね、まあ出てきたのが、なんとレベル120までの解放っていうことなんですよね。一気にレベル120になるので、これがまあどういうことかというと、一旦レベル80から90までミスリル使って、そこから90から100までのまたレベル10ごとにね、新しい素材を使っていくっていうことになるんですね。もうすでに画像が出てて、あの5つの素材、5種類の素材を使うことが決まっているんで、つまり90から100、100から110、110から120、10レベルごとに違う素材を使って強化していくよっていうことなんですね、多分ね。これはしんどい。ただその新上限解放素材の追加と書いてあるんですけど、これがどこで手に入れることができるかっていうところなんですけど、これ5時の追記で新行為強化クエストというものも一緒に追加されるみたいです。はい、これね、だから注意してほしいのは、11時からアップデートで追加されるんで、朝の5時から10時59分までに行為強化クエストやっちゃってる人はその日できなくなってしまうので注意してくださいね。12日については、木曜日だね、ごめん、14日の木曜日については11時までやらないように、これは言っておく。他の人よりもちょっと損するかもしれないのでね、この辺は注意が必要ですよということ。あと問題点は、この新しい解放素材がこの新行為強化クエストでしか手に入らないのか、ここが問題だよね。例えば今の現状のマイクロキューブとかは、一応強化クエストの一番難易度の高いところとかでドロップするじゃないですか。これもなんかここに書いてないってことは追加されないのかな、新しい強化クエとかはね。そんな感じがするよね。なんで素材数かなり限られてくると思うので、1日例えば3つドロップしたとしても3回繰り返して9個しか手に入らない、それを10レベル上げるのに、まあ、今までの感じから言うと、例えば40個ぐらい使うとか、30個とか40個使うとかみたいな話だと、相当時間かかるよね、これ、とつっていくの。とつるというか、まあ、レベル上限解放していくのね、相当大変そうだなっていう感じがするんで、まあ、本当に気長にというか、あの武器、おすすめ武器動画とかもやろうかな、レベル上限。最優先すべき武器はこれだみたいな動画やろうかなね。結構優先度つけてやっていかないともったいない感じがあるよね、多分。でさらにですね、今までで言うところのミスリルに相当する新しいレアアイテム、ミスリル合金ってやつも実装されるみたいなので、このミスリル合金もおそらくかなりレア。その代わり今毎週交換所とかでただのミスリルがね、
毎週10個ずつ交換できるようにだいぶ緩和されてきたんで、まあ、今後はですね、まあ、ミスリルも含めてミスリル合金も集めていくっていうことになってくるんでしょう。多分今までのような感じで課金パックとか、あるいはクライシスダンジョンの交換所とかにも追加され、クライシスダンジョンの報酬だね、報酬にも追加されてくるのかなっていうところかな。あるいは何らかの、例えばダンジョンランキングの報酬とか、そういったところかな。うん、まあいずれにしても相当数に限りのあるレアアイテムになってくると思うので、まあ、やっぱり優先度、決めて上限解放していく必要があるのかなというところですね。まあ、気になるのはあとレベル上限解放されてライズアビリティとかも上がるのかどうかですね。これが例えば今現状のあのライズアビリティ見てもポイントが54ポイントで止まっていたりとかするんで、一番最大のポイントでもね、それが上限解放によってレベル、例えばレベル120の時にライズポイントがもっと上がるよとか60になったりするよとかっていうんだったらだいぶ話変わってくるよね。今までプラス54ポイントでギリギリレベル7が発動しなかったりとかしたものが、もうメイン武器で装備するだけでレベル7が1個で発動するみたいななってくると、また全然違うからね、戦闘力がっていうこともあるので、まあいろんな意味で期待したいところかな、2週目のこちらのアップデートについてはね。はい。であともう一つ気になるところがあります。こちらダブル召喚獣イフリート&バハムート追加。これさ、予想動画ではイフリートの新しい難易度とバハムートの新しい難易度が来るんじゃないかっていうところをちょっと予想してたんだけど、ちょっとこれは想像できない。ダブル召喚獣、ダブル召喚獣ってなんぞっていう感じなんだけど、これはなんかその敵としてね、イフリート&バハムート出てくるし、新たな召喚獣っていう扱いらしい、このダブル召喚獣。実際どれぐらいの強さなのかっていうのは全く未知数ですけど、はい、まあ、こういったものなんで、新しいクエスト、多分今までのバハムートよりも当然難易度高そうだなっていう気もするし、効果内容も分かりません。まあ僕の予想ではなんとなく炎属性と無属性のダメージ両方与えていくよっていう感じになると思うんですよね。だから、炎弱点じゃない敵にもこのイフリート&バハムートならちゃんとダメージを与えていくことができるみたいな、そんな感じのイメージになるのかな。うん、でまたこちらもですね、普通に多分高難度クエストになると思うんで、攻略動画等もアップしていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。でもちろんこれもね、契約できますのでね、はい、契約ミッション進めていきましょう。でまた実際のね、性能、果たしてこのダブル召喚獣強いのかっていう解説動画もアップしたいなと思ってます。もう盛りだくさんだね。14日は僕の解説動画とかが多分5本ぐらい上がるかなと思うのでね、ぜひチャンネル登録してお待ちください。はい。そしてあとこちらイベント、新たなイベント、まあこれ予想通りだったね。来るならもうこの2週目のタイミングしかないよねっていう話したんですけど、バッチリでしたね、これに関しては。はい。3月14日の11時よりダンジョンランキングを開催いたします。忙しいな、この日相当忙しいぞ。なのでちょっとダンジョンランキングをね、トップ狙いたい方はそれこそ同じタイミングで武器のレベルの上限解放もされるので、ちょっと武器は選ぶ必要ありそうだね。あーやべえ、この武器とつっちゃったよとか、あっちとつっとけばもっとランキング狙えたのにみたいな話になってきそうな感じがするんで、慎重にだね。うん、まあ実際その武器上限解放によってどれぐらいステータス変わってくるかなんとも言えないところではあるんだけどね。はい。まあいずれにしても少なからずの影響は絶対あるよねっていうところで、こちらのダンジョンランキングについてもですね、いつも通り、攻略動画アップしたいなと思います。僕の全力編成と、あと、できるだけ無課金の方にも寄せた低編成難易度低めの、装備とかでもね、攻略 S ランクの攻略動画でやりたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。はい。で今回の攻略情報、まあこちらもやはり予想通り風属性が弱点ということになってます。はい。あれは出なかったね、無属性有効とかっていう感じではなかったね。
まあ、もしかしたら風属性効果的としか書いていないので、例えば、敵が5体いるうちの3、4体が風弱点で、あとはもう耐性なし、風弱点とかもなく完全無耐性みたいな感じで、まあ無属性の武器が有効な敵も出てくる可能性は全然あるんですけど、まあいずれにしてもこちらについてもやはり予想通りということでしたので、まあ今までね、僕の動画を信じてウィッシュリストとか設定していた方は結構ここら辺は楽になるんじゃないかなと思います。で、今現時点でできることというと、風属性のマテリア、エアロラブローとかね、エアロラとか、そういったものの厳選をしておくのがベストかなと思いますね。はい。で、また来月のダンジョンランキングは別の属性が弱点になってくると思うんで、まあ、それについては先日のですね、予想動画、ハーフアニバーサリーの予想動画でも言った内容っていうことになりますね。はい。まあ、で、報酬については、今のところ書いてあるもので言うと、ミスリル鋼ですね。さっきのミスリル合金みたいな表記は一切ないんで、今回はとりあえずミスリル合金は入ってこないのかな。ね、この、バナーのイラスト見てもミスリルしか書いていないので、まあ今後ですかね、ゆくゆくまたこういったところでもミスリル合金がおそらく入ってくるのではという感じがいたします。あるいはワンチャンもう課金限定、さすがに課金限定はないか。でもまあでも多分記念パックみたいので絶対入ってくると思うんだよね、ミスリル合金は。なので課金者の方が有利なのは間違いないかなとは思うんですけど、はい。まあそれについても、今後の行方を注視していきましょうというところだね。そんな感じでしょうか。結構モリモリだね、3月14日のハーフアニバーサリー2週目は。なんで、まあ頑張りたいと思います。お互い皆さんもね、一緒に頑張っていきましょう。といったところで今回の動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。